お、来たか、宮藤。ヨシカちゃん、早く早く。あ、ごめんなさい。よし、これで全員揃ったようだな。そうね。それじゃあ、みんな聞いて。本日、現時刻をもって第501統合戦闘航空団ストライクウィッチーズを解散します。私はこのストライクウィッチーズで皆さんと一緒に頑張ってこれたことを嬉しく誇りに思います。皆さん、今まで力を貸してくれて本当にありがとう。はい。あの、シャーリーさん、ルッキーニちゃん。どうした、宮藤。なになに。私、おいおい、どうしたんだ。あ、もしかして泣いてるの。うん、泣いてなんか。今まで仲良くしてくれてありがとう。こっちこそ、一緒にいて楽しかったよ。泣かないでよ、シカ。こっちまで悲しくなるよ。きっとまたそのうち会えるって。だから、あ、ルキニちゃん、また胸を。それまでにこっちもちゃんと育っておくこと。わかった。もうルキニちゃんってば。よし、そんじゃそろそろ行くか。うん。それじゃあまたな、宮藤。まったね。うん、また会おうね、シャーリーさん、ルッキーニちゃん。ヨシカちゃん、サーニャちゃん。ほら、私のいることを忘れんな。ごめんなさい、エイラさん。サーニャちゃんとエイラさんにもずいぶんお世話になっちゃったよね。ううん、こっちこそ。私もヨシカちゃんと仲良くなれて嬉しかったよ。またどこかで会えたら一緒に飛ぼうね。うん、もちろんだよ。ちょっと待った。今までもこれからもサーニャと一緒に飛ぶのは私なんだからな。あ、ごめんなさい。エイラさんも私にいろいろ教えてくれてありがとうございます。教えてもらったタロット占い、もっと勉強しますね。そっか、それなら今度会った時にでも見せてくれよ。どれくらい上手くなったか期待してるからな。はい。それじゃあ、ヨシカちゃん、私たち行くね。またな、宮藤。元気でな。うん。サーニャちゃん、エイラさん、体に気をつけてね。また。宮藤。あ、ハルトマンさん。なんかさ、ドルーデが話したいことがあるんだって。うおい、ハルトマン、お前いきなり何を。バルクホルンさん、私に話したいことって何ですか。あ、宮藤、いや、なんというか。どうしたんですか、バルクホルンさん。なんだか顔が赤くなってますよ。熱があるんじゃないんですか。いや、違う。そうだ。最初、ウィッチーズに入ってきた頃、ひよっこだったお前も、この戦いの中で十分に成長した。成長したお前の姿を見ることを、私はどれほど嬉しかったか。もう、トゥルーデ、今そんなことを話したいんだっけ。あ、いや、そうだったな。私はお前にこの命を助けてもらっただけじゃなくて、他にも
大事なことを気づかせてもらった。心から感謝しているぞ。本当にありがとう、ミハジ。そんなことないですよ。私だってバルクホルンさんにはいろんなことをいっぱい教えてもらいました。私の方こそ感謝してます。私がお前にしてもらったことに比べれば大したことではない。そんなことないですよ。いや、そんなことあるんだ。二人とも変なところが似てるよな。あらあら、みんな楽しそうね。ああ、ミーナ、下船の準備は終わったのか？ええ、私たちのストライカーや荷物はすでに下ろし終わっているわ。艦長にも挨拶してきたし、あとはみんなと、ね。そうか、ミーナたちと会えなくなると寂しくなるな。そうね。でも、仕方ないじゃない。私…ああ、そうだな。それが我らの使命だからな。よく今までストライクウィッチーズを率いてくれた。お疲れ様、ミーナ。ミーナたちの活躍が耳に届くことを楽しみにしているよ。私の方こそあなたに感謝しているわ、ミオ。あなたがいてくれてどれほど心強かったか。不祥に戻ったらもう飛ぶことはないのでしょう。どうしてそう思うんだ？だってあなたもう魔法力も。さあ、そんな先のことはわからないな。もう、あなたって人は最後まで私を安心させてくれないのね。すまんな、ミーナ。あ、宮藤さん、ちょっといいかしら。はい、何ですか？私たちもあなたには随分と助けられたわ。ありがとう。はい、ミーナ中佐もお元気で。あ、そろそろ時間のようね。それじゃあ、またいつかどこかの空で会いましょう。ミオ、宮藤さん。それでは失礼します、坂本少佐。元気でな、宮藤。少佐、今までお世話になりました。宮藤、またね。ミーナ中佐、バルクホルンさん、ハルトマンさん、本当にありがとうございました。宮藤さん、ヨシカちゃん。あ、ペリーヌさんとリーネちゃん、二人にはいつも助けてもらってばかりだったね。本当にありがとう。そんなことないよ。私、ヨシカちゃんがいなかったらあのままウィッチーズを続けていけたかどうか。ここまで頑張ってこられたのもヨシカちゃんのおかげだよ。私、ヨシカちゃんとお友達になれて本当によかった。ありがとう、リーネちゃん。私だってリーネちゃんと一緒に頑張ってきたからウィッチーズの厳しい訓練も耐えられたんだよ。こっちこそありがとう、リーネちゃん。宮藤さん、あなたとはまだ大事な決着がついてませんことよ。エリーヌさん、それって何のことですか？あなたって人は少佐を独り占めなんて許されませんわ。なんだ、私がどうかしたのか、ペリーヌ。何でもありません。何でもありませんわ。なんだ、おかしなやつだな。これからのガリア復興はネウロイと戦うことよりもずっと難しく大変なことだと思うが、ペリーヌ、お前ならきっとできる。なんといっても私の教え子なんだからな。少佐、もちろんですわ。
私の力でガリアを復興させてみせますわ。見ていてくださいましね。ああ、期待しているぞ、ペリーヌ。そしてリーネ、ウィッチーズの一員として立派に旅立つお前に一つ頼みがある。はい、何ですか？ペリーヌは責任感が強いやつだ。頑張りすぎないようにそばでしっかりと支えてやってくれ。お前が一緒なら安心だ。はい、わかりました、坂本少佐。ちょっと宮藤さん、ガリア復興が落ち着いたらすぐあなたに会いに行きますわ。その時はまた決闘を受けてくださいますわね。もう決闘はしたくありませんってば。あさて、それじゃそろそろ行きますわよ、リーヌさん。はい。ペリーヌさん、今までありがとう。また会いましょうね。ええ、もちろんですわ、宮藤さん。少佐、不走に戻ってもお体には気をつけてください。ああ、わかっている。お前も頑張るんだぞ、ペリーヌ。はい、ありがとうございます。坂本少佐、今まで私を鍛えてくださってありがとうございました。これからも教えていただいたことを忘れずに頑張っていきます。うん、お前のその言葉を聞けて私は嬉しいぞ、リーネ。私のきつい訓練に耐えたお前ならきっとできる。これからも胸を張って頑張っていけ。はい、ありがとうございます。リーネちゃん、ヨシカちゃん、今まで本当にありがとうね。リーネちゃんと一緒に過ごしたこと私忘れないよ。私だってヨシカちゃんと一緒に頑張ってきたことは絶対忘れないからね。そうに戻ったらすぐに手紙書くよ。うん、私も返事いっぱい書くね。ずっと離れ離れになるわけじゃないから。一緒に指切りしたもんね。だからまた会う日まで少しの間だけさよならだよ。元気でね、リーネちゃんも体には気をつけてね。それじゃあまたね、ヨシカちゃん。リーネちゃん、みんな行ってしまったな。はい、私がストライクウィッチーズに入ってまだ少ししか経ってないけど、こんな風にみんながいなくなる時が来るなんて思いもしませんでした。ああ、そうだな。だがみんなのことだ。生きている限りまたどこかで再会できる時が来るだろう。その時に胸を張ってみんなと再会できるように頑張るんだぞ、宮藤。はい、坂本さん、私頑張ります。1944年9月、私たち第501統合戦闘航空団ストライクウィッチーズは解散した。明日には不走に着くだろうって坂本さんが言ってたっけ。お母さん、おばあちゃん、みっちゃん、いきな、ん？あそこなんか泳いでる？あ、あれイルカの群れだ。おはよう、イルカさん。ストライクウィッチーズのみんなとお別れしてもう1ヶ月近く経ったんだよね。ウィッチーズの一員として一緒に過ごしたあの日々はすごくかけがえのない時間だった。今頃どうしてるのかな。私がウィッチとして空を飛ぶことはもうないかもしれないけど、
この広い大空のどこかで命を懸けて戦ってるみんなに負けないように、私は私にできることを頑張っていこう。またいつかこの空の下で会おうね。絶対だよ。